銀上がってまあどうするんですかと。ああ交換してきた。あなたが後手です。よろしくお願いします。対局開始。いらっしゃい、マサです。今日もね、初心者の方、旧位者の方にも分かりやすく居飛車を実況解説、していこうと思いますので、ぜひね、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、出だしとしては角換わりっぽい出だしになってますね。角換わりしてきましたね。ということで、まあちょっとね、こちら側としては4号系速攻、まあ、定番、まあ、正確に言うと多分6号系速攻なんですけど、まあそれをちょっと、目指すような、駒組み最初にしておいて、これはいけんな。いけんから、まあじっくり右玉行きましょう。で、銀上がって、金行って、これで跳ねてきても意味ないよってしとこう。で、こっち側も、まあ、右玉に構えて、で、引いて。右玉。よし。まあ、これでね、右玉の形になりました。今回、相手、金がここにいる形ですね。なので、これ、端つくかな？迷うな。金がここにいる形ってことは、まあ、大事で、これ、玉がね、ここにおるから罠ばかなのよね。玉、こっち行ってくれたら、まあ、端攻めないかなと思うんですけど、今はまだ金が上がって銀引いて桂みたいな感じで端攻めもなくはないかなと思うんですけど、まあ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 一旦ちょっと固めておいて。なるほど、そこの形ね、了解です。どうしようかな。まあ銀上がっとくんかな。一番最初に銀上がっとくか。銀上がってまあどうするんですかと。あー交換してきた。交換してきたらこのタイミングやと、歩取ってこれ打ち返すんかな。打ち返すかこっち行くかなんですよね。でもこっち行ったらここの角が気になるからここは一回打っとかないかんか。で、ここの交換しに行きましょう。で、取って。なるほど。ここは受けるしかないか。なるほど。それは引くしかないよね。まあ、銀ぶつけてくるんかな。あーですよね。なので、負担になっとる駒を寄っといて、でもこれこっちにすり込んできたらもうなんか棒銀みたいな感じで成功してるっちゃ成功してるように見えるのか。となると、やっぱりこの形で、ここの歩を交換しに行ったのが良くなかったっていう話になるんですけど、なるほどね。いや、勉強になったな。これは多分相手の方がいいっすね。まあ、でも、ここの地点の銀がこっちまで行ったよってことは、逆に言うと、こっち側、玉頭方面が弱くなったという解釈もできるんで、歩ついてみますか。わお。めっちゃ来るね。金寄っとくか。歩打ちは桂跳ねやろ。銀も桂跳ねかな。いやー、これはね、一応作戦としては、まあ、駒組みというか仕掛けか、仕掛けの部分としては大失敗しちゃったんですけど、まあまだちょっと頑張ってやっていきましょう。どうすんだろうな。まあでも桂跳ね一回しとくかな。桂跳ねしとくべきかどうか、まあするんかな。飛車なられちゃうんすけどね。まあ仕方ないか。取って
いやーでもこれ叩かれたら嫌だな。取り込む前に銀、いやーでも角が通ってくるからな。これはなかなかね難しいというか、そうね、まあこうやっていってみます。いやーでもねこれどうだろうな、どうだろうな、これだいぶ悪いよ、だいぶ悪いよ。こうやって寄られるだけで金で竜やろ。いやですよね。まあでもこれは一旦こうなんかこう取らせてこうの方がいいかもな。で竜が入ってきて銀打っといてみたいな感じでいかがでしょうか。いやー微妙だなこれ。いやーこれは悪いな、明らかに悪いな。こっちからの攻めの方が早いっすね。うーわすごい手打ってた。そうかこれは参りましたな。これ避けるしかなくてここの銀がボロッと取られちゃうんで、これは参りましたな、参りました。悔しい。はい、もう一曲、ちょっとねワンポイント感想戦やっていこうかなと思います。はい、感想戦やっていこうと思います。今回ね、この局面でまあ居飛車の、まあ、右玉対相手の角換わり腰掛け銀の形になったんですけども、まあこっから3五歩で歩交換しに行って、端角、端に角打たれました。これ銀と、玉睨まれてるんですけど、まあここでね、歩を打って、まあ銀守るしかないみたいな手だと、まあ相手側にね、部があるよねっていうことなんですよ。だん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 、やっぱプラスに触れて、相手側にね、点数が良くなってきてるんですけど、ということで、何がいかんかったかっていうと、この銀と玉が、一直線に入ることがやっぱ怖いんですよね。歩交換しに行った手が咎められちゃってる感があるんで、なのでやっぱここで銀上がらずに一回玉寄ってから、まあ、相手の手を聞いて銀上がっていく方が良かったんでしょうね。まあ点数的には反映されんかもしれんけど、人間同士のこう駆け引きとしてね、まあ、玉は囲ってくるようだったら、まあ、ここで銀出ていってみたいな感じで。で、例えばさっきと同じように、まあ、歩交換してきたら、今度は、ここで仕掛けていけるかな？ここで多分仕掛けていけるはず。これで取って、歩って、まあ、跳ねてくるんですけど、角打っといて、寄ったら、まあ、角できちゃうんで、こっちで、まあ、こっちに避けるようだったら、歩が、成り込んでいけるんで、まあ、こっちなんでしょうけど、まあ、ここに成り込んどいてどうかと。駒たちのね、裏側から馬で攻めていこうということですね。金が上がってきたら、まあ、馬入っておいて次のと金寄りが、と金作りがあるんで、これは相手としては寄れないよねと。で、まあ、こんな感じで一応マイナス400点、マイナス150点ぐらい、右玉側がいいよという感じの変化の方が良かったと思います。はい、いかがだったでしょうか。右玉ね、本当今回みたいに、この玉と銀がね、角に一直線で睨まれるような陣形だと、まあちょっとね、難しい。まあ嫌というかね、互角なんでしょうけど、うまくさせば互角なんでしょうけど、まあちょっとね、やりにくいなというところがあるんで、その辺気をつけてみてください。ということで、今回もお疲れ様でした。グッドボタンとね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、皆さんお疲れ様でした。お会いしましょう。